はい、初見さんいらっしゃい。楽しかったらフォローしてください。ワードと申します。よろしくお願いします。どうもどうも、おはようございます。ニコ生で4年ぐらい配信やってました、ワードです。ピザ兄貴さんいらっしゃい。29名さんいらっしゃい。楽しんでってください。なんか配信で変わってる人多いよな、本当に。なんか変わってる人が本当多い。さっきちんさんとりゅうやくんとこ来てくれましたよね。ああ、行きました、行きました。初見さんいらっしゃい。マスクさん、楽しかったらフォローしてください。和道と申します。よろしくお願いします。和道です。フォローありがとう、ありがとう。51名さんいらっしゃい。バーガープレゼントありがとう。よろしくお願いします。新しい、フォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんがマスクさんです。チカプンさんもフォローありがとう。ごっかんさん、まさきさん、ありがとうございます。りゅうやさんもフォローありがとう、はい。バトツー、なおちゃんいらっしゃい。楽しんでてまったりやってきますよ。おはようございます。めっちゃ眠いね。朝だもんね。彼女が起きたら一緒に朝ごはん食べようかな。パエリア作ったんで。お疲れ、花火ちゃん、おはよう。朝早いね。15万で食べていけるの？うん、できると思うよ。また、っていうか多分旅配信始まったらもっと稼げると思ってるから、とりあえずスタートダッシュの軍資金でそれで行こうと思ってる。配信回しながら旅するから。風船プレゼントありがとう。そうそう、世界を旅しながら配信やろうと思ってて。楽しいじゃん。みんなと一緒に同じ景色見ながら、同じ風景見て、同じ出会いとかドラマとかを作っていってさ。感動を共有したいんだよね。そう、日本全国回ろうと思ってる、まずは。で、日本編が終わったら今度世界東南アジア行こうかなって。素敵でしょ。15万全然いけると思うよ。全然いけると思う。バックパッカーとかもっと安く行ってるよ、本当に。だから配信バックパックだよね。いいよね。
今の時代ロマンがあるよね。俺もそう思う。旅はねロマンだよね。何が回るんですか。初見です。ゆうくんだおさんいらっしゃい。ありがとう、来てくれて。楽しかったらフォローしてください。風船ありがとう。あのね、なんだろうね、何でも、俺は旅行がしたいわけじゃなくて旅がしたいの。だから体一つ、本当に配信機材と、あと、もう本当最小限のもので、旅って苦労をするもんだと思ってるから、苦労をしに行くって感じかな。だから、自転車とかじゃなくて、相場相場で、リスナーさんに車で送ってもらったり、ヒッチハイクしたり、あとなんだろうな、もういろいろ持てる手段で歩いてもいいし、電車でも飛行機でもいいしね、お金があったら。だから例えばそのヨーロッパとかさ、電車で回った方が景色いろいろ見えるとかあるだろうし、その時は電車選ぶだろうし、あ、ここの街は滞在した方がいいなと思ったら歩いて回ろうとか、本当にもうスナフキンみたいに旅人、なんか本当に何も考えずプラッと外に出て世界に出るっていうか、そういうのを構想してるかな。さくらさんいらっしゃい。楽しかったらフォローしてください。コメントありがとう。俺のイメージする旅っていうのはそんな感じだね。旅行じゃないっていうか。そういうこと、そういうこと。ピザ兄貴、そうだよ。俺は若い子猿岩石知らないんだよ。昔何やってたか、有吉が。だからそれを見せてあげたいんだよね。そう。まさにそれ。おー、リンゴスター、来てくれてありがとう。嬉しかったよ。フォローを見つけた時嬉しかった。あー、ありがとうね、リンゴスター。すげえ頑張ってるよ、こっちで。アクティブも高いでしょ。盛り上がってるよ、うん。ドローンズとかね、懐かしいよね。でもね、今のね、中学生とか知らないんだよ。昔だから。ナスビの検証生活とかね。あれの和道版、うん、その旅で男を磨くっていう。有吉とか最初クズだったもんね。もうタバコ吸いながらさ、旅やってたけど、最後の方目がキラキラしてくんだよね。そう。あれぞ、まさにね、生放送の今の時代だから余計楽しいでしょ。うん。ワンワンワン、give me a chance! ごめんね、今日声出ねえわ。懐かしいね。最後にかけてみたいんだ、one more chance! 初見、じいさんいらっしゃい。コメントありがとう。旅好きなんでヒッチハイクのアチョくんをよく見てました。あー、その人も僕わかんないですけど、やりたいですね。旅回りたいですね、本当に。世界回りましょう、一緒に。みんなも一緒に連れてくから、旅に。新しいフォロワーさん紹介します。タカさんフォローありがとう。ユウくん、ダオさんフォローありがとう。マスクさんフォローありがとう。クレイジージャーニー、もう大好きだよ。最近の番組の中で久々当たりだと思ってる、クレイジージャーニーは。設楽松本、小池のクレイジージャーニーね。大好き。あれのね、仏教の回がすげえ良かったね。千日解放業が。あれが一番印象的だったな。おい、ナウシカさんいらっしゃい。ナウシカさんさ、挨拶するときのしやめようぜ。のしって、ニコ生で、帰るって意味なんだよ。もう、帰るときに使うんだよ。のしって、こう、手あげるから、バイバイって意味で使ってんの。だから、ナウシカさんがのしってやるたびに、もう見ないって意味、もう帰るわって意味に捉えちゃうの、俺は。うん。あれ超面白いよね。相方は連れて行かないっすね。ピンで行きますね、僕は。うん。ピンの方がきついから。相方はみんなだよ。何言ってんの。相方はみんなだよ。一緒にドラマ作ろう。はい、ワード2のおしかさん。あれやばいよね。世界の廃墟。あー、面白いよね。廃墟の写真家の人とかね。うん。クレイジージャーニーとバイスね。おー、好きじゃん。じゃあ、絶対ピザ兄貴俺の放送好きだよ。俺サブカル系だから。うん。サブカル言論系だから、めちゃめちゃハマると思う。クレイジージャーニー、バイスも、もう3年ぐらい、バズーカでしょ、アンダーグラウンド。あとね、モーリー・ロバートソンのニコ生面白いよ。モーリー・ロバートソン。おはよう、サムさん。おはようございます。ていうか、髪型がなんかしなってんな。風邪ひいて元気ないと髪型もダメになんな。今日髪切ろうかな。うん、ちょっと伸びてきたよね。もう切り時かな。サイドもだいぶ伸びてきた。その番組好きな人は絶対俺の配信好きだと思う。ジンさん、フォローありがとうございます。新しいフォロワーさんです。フォローありがとう。そうなんだよね。今
今日休み、日曜日でしょ？うん、日曜日、休み。ういっすー、くまちゃんいらっしゃい。楽しんでってください。そう。男はやっぱ旅しないとね。ねえ、日本全国終わったら、全都道府県行ったら、そのまま世界行こうと思ってる。で、まずは東南アジアから。東南アジアからそのままインドまで目指す。Wi-Fi をレンタルしたりとか語学を覚えないといけないから、その辺だよね。一番しんどいところは。Wi-Fi、レンタル Wi-Fi でうまくやっていかないとね。休みなんだ。え？ナウシカって女の子なの？俺男だと思ってたんだけど。おっさんだと思ってたんだけど。うん、いいね。はい、ワズツー、そよ風大好きさんいらっしゃい。いつもありがとう。楽しんでてね。アンコールワットは、ワドを保存しながら。アンコールワットもね、あれ日本人が発見したんだよ、アンコールワットって。確か戦時中カメラマンが見つけたんだよね。だ日本人由緒あるところなんだよ、確か。また新しいフォロワーさん増えたんでご紹介します。新しいフォロワーさんはピザーニキさんです。楽しんでってください。おっさんだよね。ネットとかだと文字で私とかハートとか使うと女の子っぽく見えるからすぐ騙されちゃうんだよね。喉の調子だいぶ良くなった。熱も下がって。昨日の夜熱がバーって出て、37.2 度で、頭も痛くて痛くてしょうがなくて。でもね、彼女が風邪薬と頭痛薬買ってきてくれて、それだいぶ収まったね。今日なんかすんの？今日は別に予定ないね。もし、彼女、心の機嫌が良かったら、ディズニーランド行こうかな、今日。天気いいし。そういうキャラなんだ。だいぶマシになった。15万1ヶ月で、累計で、1ヶ月で。1ヶ月で。だから今、4万円だから、あと10万円。みんな、気持ちアイテムしてくれると嬉しいです。マスクさん、お帰り。1ヶ月でだから、あと25日間で10万貯めるから。それで、配信、旅に出るから。花火してくれたらね、お礼のスクワットをします。お礼のスクワット。感謝の聖剣好きって聞いたことある？ハンターハンター好きな人ならね、知ってるかもしれないけど。それと一緒ね。ハートプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。最近スクワットばっかりやってるからね、足腰パンパン。もう超鍛えてるよ。じゃあ、ハートいくらだっけ？ハートいくらだっけ？アイテム。アイテムの値段がわかんないな。バーガーが10円で、ハートが50円。パフェは150円か。うん、いいか。うん。スクワットでいいか。500円貯金食べ続けてんの。追い込む気満々じゃん。いいね。お前はニコ生時代にもそう言ってた、旅行行かねえじゃねえかよ。生ポやめてからにしろよ。いや、俺旅行ってますよ、僕。ニコ生時代に。多分何かの勘違いだと思いますよ。川にダイブ？マジで？超きついんだけど。うん、僕は、全然ニコ生時代旅出てますよ。いろんな街行くとグラフィティをつい探してます。あ、グラフィティやるんすか？僕はその辺造形深くないんでわかんないっすね。グラフィティアウトとか。わかんないな。
ラフティーアートとかどうなんだろうね、実際。面白いのかな。うん、体気をつけるよ。グラフィティは賛否あるよね。あれをアートとして扱っていいのか。あの、ね、人に迷惑かける行為だからね。俺は反対派かな。うん。いやいやいや、ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいよ。はい、デニーロさん、ワコツ、来てくれたんだ。フォローよろしく。デニーロさん、ありがとう、来てくれて。楽しんでってください。こっちの方がアクティブ高いんですよ。なんかふわっちにハマってるみたいで。ちなみに今おすすめランキング1位ですね。おすすめ1位です。ありがとうございます。熱も下がった。多分今日休めば良くなると思う。今日休めば。和道都市伝説の暗い日曜日。知らない。何それ。知らないわ。お、デニーロさん。新しいフォロワーさん紹介します。デニーロさん、フォローありがとう。あざーす。じわる。まったりやんのが一番いいよね。まったりが一番面白い。揉め事とか争い事嫌いだからね。風船プレゼントありがとう。ありがとう。風船ありがとうございます。旅配信に使わせていただきます。ありがとう。あざーす。若干ハイスターの剣横山に似てる。たまに言われるけど、どうなんだろうね。うん、俺ハイスター世代じゃなくて、ハイスターのちょっと後、ブラフマンとかの世代だったんだよね。うん、トンファーとかさ、なんだっけ、シーオフとか。この曲聴くと、殺しちゃうって曲、アメリカとかイギリスとかのメディアで規制されてる。その曲、へぇ、自殺しちゃうか。殺しちゃうって曲、アメリカとか、へぇ、聞いてみるみんなね。マスさんおはようございます。コメントありがとう。さっきの土砂は何だってよくわかんなかったわ。俺もよくわかんなかったわ。イチャモンつけられただけだったわ。要は昔の配信の方が面白かったみたいな。おい、行ってらっしゃい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。